シンプリメイト、バーチャル山梨 VTuber のイバンカです。今日はですね、ちょっと、バーチャル山梨は関係ないんですけども、たまには別のこともやってみようということで、実況プレイですね、こちらを挑戦していきたいと思います。で、今回やるゲームはですね、スチームで配信されてるヘルテイカーっていう、今結構人気のゲームなんですけども、こちらをやっていこうかなというふうに思います。このゲームはなんか地獄をですね、ヘルテイカーっていうぐらいなので、地獄をモチーフにしたゲームで、まあ地獄なんか倉庫版をやるみたいな、ちょっとよくわからないんですけども、そういう感じのゲームみたいですね。ということで、ニューゲームで始めていきたいと思います。はぁ、でもこれは結構罪深い夢ですね。まあでも悪魔っていうのはなんか、人間と、なんていうんですかね、そうやって、交わることで数が増えるみたいな解釈は結構古代末期から中世ぐらいのキリスト教世界であったみたいですね。そうですね、命を落とすこともあり得ると。なるほど、なかなか気合の入った主人公のようですね。はい、どうすんのこれ。あ、歩数がこれ、動ける歩数が決まってんのか。ちょっと待って。あ、これは壊せるのか。これは壊せない。あ、なるほどね。ちょっと、少しずつ。分かってきたかな？分かってきたか？ちょっと。これを。は？あ、これ普通に壊せるか。ああ、ちょっと待って、全然ちょっと、全然ルールを把握しなかった。みたいですね。あ、間違えた。まあ、いいや。完全にちょっと脳死プレイということで。当たんねえ。やべえな、ちょっと。実践からこんなに、やられてるっていうのはちょっとまずいですね。とてもまずい気がしますね。あ、また間違えた。ダメだな。全然ダメだな。ちょっと操作間違いが本当に、ちょっと。ないので、それだけはちょっと避けて、いきたいですね。あ、ありましたね。パンデモニカ。こんばん悪魔のパンデモニカ。お客さん窓口担当。はい、なんでしょうか。なんかすごい、陽キャな主人公ですね。代わりにお前に担当になってやろうか。まあまあ、もちろんいいかな、これは。なるほど。ということで、まあ一面クリアということですね。まあ、こうやってなんかハーレムを作っていくみたいな感じの話みたいですね。ということで、二歩目をやっていきましょう。これ何だろうね、これは。ここにいると、長くいると、上がってしまうということか。歩数が減っちゃうってことだ。どうすんだ、これは。うわぁ。あ、足りたね。公職悪魔のモデウス。はい。質問受け付けない。なんだこれは。時間がないな、あれも。おー、これついていてくれると。いうことみたいですね。はい。
わ、3体もいる。これ鍵が必要ということで。32歩。これ普通に行ったら、足りないやつかな？うわー、これ足りるか？足りるか？あ、ギリギリ足りないみたいなね、感じなんですね。よくできてやがる。これはどう行くのが正解か？全然数えてないですけどね。これも、ギリ足んないやつかな？あ、ギリ足んないやつだ。いやー、これどうすんだら？どうすんだ？これは3面ですけどね。3面でもうなんか、悲しい感じになってますね。ちょっと。多分ダメだね。ダメだね。ちょっと、まだが弱かったということで。どうしよう。どうしよっか。どうしよっか。あー、ダメだね。ダメだね、これは。ちょっと、考えなきゃいけないですね、ちゃんとこれは。32本でしょ？ざっくりで。あ、来ましたね。三つ子なんですね、ケルベロス。なるほど。どうやってこの主人公は、悪魔や、というか、地獄にこれ入ったのか謎ですけどね。罪深い、まあ、罪深い、聖域だもんな。あ、地獄行くか。人間がいるんだ、あっちに治癒できる。意味わかりませんでしたね、今のは。どういうこと？はい。最後の選択肢を間違えたら死んじゃうっていう要素もあるのか。そういうこと？そうなんだ。これは結構ややこしい。これは結構ややこしいぞ。ややこしいな。これややこしいな。どうしたらいいんだ、これ。待って。いやー、難しい。難しいぞ、これは。ちょっと普通に難しいぞ。わからねえ。わからねえ、これは。ちょっと頭が弱いんでね。私頭があまり強くできてないので、ちょっとこれは結構、高い演算能力が求められますね。そういうの無理なんだよな。恩恵なんだよ、イバンカは。ちょっときついぞ、これ。どうにかならんか、これ。あ、許してくれ。いけるか？いけた。毒舌悪魔のマリーナ。はい。ホープキャンペーンで実績を取る相手を探している。どっちでこれ死ぬのかな？こっちですかね。あー、サクセスということでね。PC ゲーのこと？
単性シミュレーションゲームやるっていうのはいいけど、まあ、シビライゼーションとかね、そういう感じなんでしょうかね。はい。はい、クリアできましたね。次は？ここはどうすんのかな？なんか歯型がね、道に歯型がついているけども、これは一体、何？あ、なるほどな。はい。なるほど。なるほど、なるほど。うわぁ、これも、高い演算能力を求められる。ちょっとこれ、単性バトルですね、これは。どうしたらいいのか？どうしたらいいのか、これは。出ますよねと、当然ね。出ますよねと。これどうだ？いや、これ間に合わんな。あ、なんだ。これは難しいぞ。とりあえず結構、思考回数を増やしてなんとなく、いい感じになるような感じにしないといけないかな？これ難しいぞ、普通に。いや、別に舐めてたと、別にこのゲームの舐めてたとかじゃないんですけど、そこまでゲームって別にそんなにプレイするものでもなかったので、結構、なんだろう、びっくりしますね。そこ版のゲームの、奥深さ、みたいな、感じなんでしょうかね。どうしたらいいんだ、これ。これも避けられないと思うんですよ。ないだろうな、これ明らかに。足りるか、もしかして。おお、足りた。ショーラークマのズドラーダ、もうハーレム作ってるってことはもう知られているということで、もうハーレムではない。単性シミ同好会だ。これどっちだ、どっちだ。最後のこの駆け引き何なんですかね。ちょっと、全然わからないですけど。ああ、よかった。なんか、コンサートで済みましたということで。すごい煙だな。はい。では、なんか天使っぽいですね。今度のやつは。悪魔なのかな？ちょっと。まあ、打点してるやつもいるかもしれないということでね。これ押したら？あ、特に何もならないと。これ複雑だなぁ。あ、動かないんだ。押し潰せないんだ。これどうするんだろう。これでクリアできたらもうだって、単純な話になっちゃうもんな。考えます。これどうするんだろう。いつも思うんですけど、こういうパズルゲームって、なんか、考える、この、ステージ作るのがめっちゃ大変だと思うんですよね。僕は本当にそういう、私は、そういう頭がないので、ちょっと、すごい尊敬しますね。こういうの作れるのは。これは終わりかな？終わりだな、これ。あ、終わりだ。ステージの味に、意味深な、空きスペースがあるんですけど、これを使っていけということなのか、それともこれはただのダミーなのか、ちょっとこれは難しいですね。
もう猿の知能テストみたいな感じになりつつありますけどね。これむずめかもしんないな。さっきから難しいしか言ってねえな。ちょっと難しいかもしんない。難しいかもしんない、これは。もう軽快な BGM で、気持ちがね、ちょっと、焦らされますね、これは。これクリアできるのか？これ私にクリアできるようになってんのかな？ちょっと、謎ですね。わからねえぞ、これ。これ難しい。これ難しいぞ、やばいぞ。ちょっと団地だな、今までのとは。適当にやってできるやつじゃないな。これを、動かして、間に合わない。ちょっと待ってください。今の通路最適化できれば多分いける気がするんですよね。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってくれ。やべ、今の忘れたな。ちょっと覚えてねえぞ。ちょっと待ってくれ。ちょっと覚えてないですね、今の。これで、こう、行きますと。これが、入ります。間に合え。お、間に合った。探求天使のアザゼル。はい。はあ、なるほど。悪魔探している。お、こうやっても悪魔をね、探しているということで。悪魔が、はい。ということで、来ましたと。もうどんどんね、難しくなっていくということで、もう全くね、もう脳みそが追いつかない感じですけども、ここ超えるしかないということですね。通れますね。はい。OK ですと。で、意外にここはちょっと、歩数が少ないですね。で、これどうすんの？終わりですね。ちょっと待って。興味越して、先手の手を打たないといけないということなんでしょうかね。はい。で、こいつをぶっ飛ばして、手に入れますと。はい。はい。足りるか？あー、足りないなー。足りなかったか。まだなんか最適化できるのか。ルート的にはさっきのでいい感じだったんですけど、ちょっと、ロスったところがあったということなんでしょうかね。何かな？何だったんだろう。何かこうしなくていい動作があったのかな？ちょっとわけわかんないっすね。足りない！あと一個足りない！一個足りない！何がいけないんだろう？まあでもみんなね、このダンスしてる姿ちょっと可愛いですね。何やろ？ヒントが出るんですかね？ヒント見てみましょうか。はい。なるほど。ちょっと、独占欲が強いという感じなんですかね、このモデルス。
ょっと何のヒントにもなってない。何のヒントだったんだ今の。まあ、ゆっくり寝なさいよという、まあ、ありがたい言葉でしたということで。いえ、なんか大きな間違いをしている気がするな。ちょっとだんだん疲れて、思考能力が落ちてきてるという感じがしますね。ほら、クリアできた。あ、さっきのやつ無駄に倒してたからが。うわ、これはちょっと、普通に、素早くクリアできたものでしたね。キーバー悪魔、ジャスティス。すごい悪魔に、あしからの名前ですけどね。パーティーですからね。参加していただきたい。じゃ、ちょっといい今のは、ちょっと、かなり恥ずかしいミスでしたね。これ飲んだ。足りませんということでね。あ、最後の最後。これは？あ、CEO ということでルシファーですね。やっぱり悪魔の、まあ、一番トップはルシファーということで、あ、全ての試練突破しましたね。あ、そうですか。はい。魂を世に捧げると誓い、奴隷として寵愛してやろう。はあ。これは？下じゃないかな？まあでも悪魔って基本的に契約すれば、その、悪魔が使える側になるんですよね。その、契約期間中は。なので、まあ道理としてはこっちなんじゃないかなというふうに。まあね、コーヒー、炭水趣味、ちょっと、まあ、チョコパンケーキもあるということで、まあ、怪獣していきたいところですね。パンケーキ好きなんだね。パンケーキ美味しいですからね。はい。はい、ということで、無事に。あ、え？全然最後じゃないですね。まだあるな。これはどういうことなんでしょうね。2回もなんか